こんばんは。社会の闇に切り込む真相報道番組社会特報部、キャスター下山です。竹内です。下山さん、今までで一番食べたまずいものって何ですか？何ですか急に。いや、今日はお互いで、はい、今まで食べた一番まずいものを食べてみようと思います。なんでそんなことしなきゃいけないんですか？いや、それは食べてみたらわかります。それやると、今から今日、今からはい、ここでなんでそんなにキラキラしながら言うのかよくわかんないけどやっていただきたいなと。わかりました、はい。用意してるのは、白米とこれでございます。これで白米を食べさせられた時の恨みをたるだ。わさビーズ、わさビーズっていうわさびをなんとあのカプセルに閉じ込めたっていう。食べ物、あ、これも結構辛い。やっぱそうなんだ。やっぱわさびを閉じ込めてんだな、これ。この粒に閉じ込めてるから、それが辛いんだ。いや、これカレーどころじゃないところ。これを考え、これのこと考えた方がいいです。カレーに負けないっていうのはすごいね。すごいね。カレーに負けない。そんな辛いんだ、この粒。混ぜるしかない、これは。まあ、これは、この食品自体が悪いわけじゃなくて、食べ合わせがね、最悪だったわけですよ。よし。じゃあ、いただいてもらいましょう。白米のわさビーズのせいです。ありましたね、竹さん、これこれあれですよ、下山さんですよ、これ買ってきたの。これお互い自分が今まで食べた一番まずいものを食べていただきます、うんうん、はいはい、なるほど。で、リアクションが大きい方が負け。勝ち負けあるんだ。そう、いただきます、はい。お味はあれだね、決してわさビーズが悪いわけじゃないね、これは、ね、そうなんだよね、わさビーズが悪いわけじゃないですよ。そっかそっか、俺こんなの竹さんに食べさせてるんだ。そう、この一粒が意外と濃いんですよね、うん、そう、あのね、わさびを凝縮してるんだよ、うん、醤油いるやろ、これ。うん、そうこれは美味しくないわ。これきつい、これほんと美味しくないわ。僕が今まで人生で食べた中で一番まずかったものですね。これですね、もう簡単なやつですけど。じゃあ、はい、食パンヘアワックスジャムやる。あ、食べ物じゃない、これ化学薬品やねんで。うわ、うまい、うまい。いや、あの、あ、どれぐらいの分量なんだろうな。お待たせ、たけし。パンだ、パン好きですよ。パン好き、パン好き。これ、これです。しっとり、しっとりしてんな。え、本当に大丈夫なやつですか、これ。俺は食べたから、でも。じゃあ大丈夫か、うん、じゃあ、いただきます。はい。あ、あ、たけし、飲み込まなくても大丈夫だからね。たけし、でもトイレが向こうにあるから。たけし、トイレが向こうにあるから。社会特報部、いかがでしたか、皆さん。次もね、社会の闇に切り込んでいこうと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、実はもう1パターンあって。これ何それ、あの飴、スーパーボール、食べ物じゃないやん。で、僕食べたことありましたよ、これ。僕が中学1年生の時に、はい、あの、おい、口開けろって言われて、で、あーってやって、それをあの机使ってポンポンとこう僕の口に入れるっていう遊びをやらされたことがあるんで、あれもなんかあらゆる意味でまずかったかなって思うんで、ぜひ。ああ、なるほど、思い出の味なんだね、だから。そう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 、なるほど。まあ、じゃあ食べるっていうか、まあまあやってみるか。じゃあなんか見ようによっては美味しそう、まあ飴みたいだよね。
かどれがいいとかあります？いや、そうだな、ピンクのやつがやっぱり一番アメっぽい。これが一番アメっぽい。これで、うん、口開けていただいて、うん、口にまず入れられるのが竹内。いや、結構やられましたけど、あんま入ったことはない。あ、意外と惜しい。意外といけんのこれ。あ、何の頃こういう気持ちだったのか、あいつら。おい、お前の方でもちゃんと、お前の方でもちゃんとなんかセットしろよ。あいつ。別にこれ嫌な気持ちになるな。うん。なんか思い出しましたもん、やってる時に言われたなって。で、こんな気持ちだったんだあいつらと追体験することができました。はい、竹内からのまずいものでした。あ、じゃあ竹内もやろうよ。でも竹内は自分からこう言ってるプロフェッショナルなわけでしょ。うん。また社会の闇に切り込んでこう、竹内。闇が丸びれました。まだまだ闇があるから社会と、はい、なんか悲しい気持ちになっちゃった。それではまた次回。それは食べてみたら分かります。